こんにちは、萌です。今回は壁画の動画です。今ちょうど描いている大きな壁画なんですが、リアルな写実的な絵を描いています。でですね、その一部をちょっと見てもらいながらコツとかをですねお話ししたいと思うので、最後まで見てもらえたらと思います。そしてチャンネル登録までの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。はい。で、この描いている塗料、これ普通の外壁なので、私は今これを使ってます。これラジカル製の水性の塗料です。普通に建物の外壁に塗るものとして使われているものです。で、今回ですね、この壁塗ってから、塗ってもらってからの作業だったので、その塗ってもらった、外壁の塗料と全く同じものを使わせてもらってます。なのでアクリル絵の具とかですね、そういう絵の具とかじゃなくて普通のペンキです。で、これもなんか私がよく使うのはシリコン製のものとか結構多いんですけど、今回はラジカル製のペンキを使わせてもらってます。で、それもですね、使われている塗料によって、例えば油性の塗料を使っているとか、それもいろいろ下地がどうとか変わってくるので、壁画描くときにはですね、もう何年も何年も経っていてっていう壁だとまた違うんですけど、今から塗り直してその上に描くっていう場合は、その塗り直す時の塗料をですねしっかり調べておいた方がいいです。で、それもですね、例えばものによっては油性の塗料の上に水性で描いてしまうと、ちょっとこう油性の塗料が溶けてしまったりとか、なんかいろいろ反応してですね、ちょっとぐちゃぐちゃになっちゃったりとかっていうことがあるみたいです。なのでしっかり塗装屋さんとか、その、ペンキ屋さんに問い合わせて聞いてですね、確かめてから選んでもらえたらと思います。で、今回は白黒の絵なんですけど、なので2色しか使ってません。なんですが、この白と黒も、日東工のペイント、色見本でですね選んで、作ってもらいました。で、これも白といっても、もういろんな白があります。真っ白ピュアな、もう真っ白っていう白と、あとはですねちょっとグレーがかった白とか、ちょっとクリーム色っぽい白とか、いろんな白があります。あと黒も真っ黒もあれば、これはですね真っ黒ではなくて、ちょっと一番真っ黒に近い黒を選んでます。それも自分の塗るところにですね合わせて、その色見本を見てですね決めていきます。で、この黒とか白とか選ぶときもですね、ツヤありツヤなしとかいろいろあります。なのでそれも仕上がりをしっかりとこう予測して、どれを使うかっていうのを考えていきます。で、今回はちょっとリアルな、写実的な絵っていうことなんですけど、今まで写実的な絵の動画、アクリル絵の具で描くリアルな目の動画とかですね、そういうのは出してるんですけど、あとはその外壁のペンキの使い方とか壁の描き方とか、そういうのも出してるんですけど、ペンキを使って、ラジカル製の水性のペンキを使ってリアルな絵を描くっていうのが、そんな出してないと思います。で、今回はこの私の作品のシリーズのですね一つである、ビッツ&ピーシーズシリーズっていう継ぎはぎのコラージュ作品を描かせてもらってるんですけど、いつものようにキャンバスに描くときとはまた全然描き方が違います。っていうのも、まず違いとして、キャンバスと壁、もう描くもの質が違います。そしてあとはこの塗料、さっきも言ったんですけど、今回は水性のラジカル製の塗料を使ってます。でもキャンバスに描くときは普通のアクリルとか油彩の絵の具を使ってるので、全然描き心地が違います。あとは今回は外なので、外で描くものと中で描くもの、室内で描くものの違いとかもあるので、ちょっとその辺の違いをお話ししたいと思います。で、まずこの質、描く物体、ものが違うっていうことなんですけど、キャンバスは布なので一応水分を吸い取ってくれます。
なのでまあある程度吸い取ってくれつつ、乾きもアクリル絵の具でも早くてもですね、そんななんか数秒で乾くっていうわけじゃなくて数分とかぐらいかけて乾くので、グラデーションとかリアルな絵を描くときとかすごく描きやすいです。グラデーションが作りやすいっていう感じです。なんですが、この壁画だとですね、壁なので水分全く吸い取ってくれません。なので水分を多くしすぎるとバーッと下にすぐ垂れてしまうので、すごく注意が必要です。さらに、このアクリル絵の具と違うペンキ、これですね結構乾くのが早いかなと思います。で、このツルツルした面に描く場合はですね、結構あのグラデーションっていうのがなかなか難しいですね。綺麗な滑らかなグラデーションにするっていうのがちょっと難しいかなって感じです。で、あとは外なので屋外なので、それもですね気温とか関係してきて、それによっても乾く速さが変わってきます。で、今、8月です。なのでめちゃめちゃ暑いです。30度超えなので、天気がいいと、まあ天気がいい時しかできないんですけど、晴れてる時30度超えなので、もう一瞬で乾きます。もうあの描いてるところから乾いていくっていう感じなので、グラデーションにしようと思ってももうあの描いているところもすぐ、違う色を使ってこう馴染ませていかないと綺麗なグラデーションが作れません。なのでそこが一番難しいところかなと思います。しかも早く描かないといけないんですが、あまり大きな筆を使いすぎるとやっぱりこう綺麗な細かいグラデーションっていうのができなくなるので、ある程度ちょっと細めの筆で速さをこうもう本当に早く描く、待ってられないので一気に描いてしまうっていう感じで描いてきます。でも早く描きすぎてですね、他にこう塗料が飛んでしまうとかそういうこともあるので、その辺も気をつけながら描かないといけないところです。なので、さっきも言ったように天気が違う、屋外と室内の違いとですね、あとはこの素材の違い、キャンバスの布とこの壁の違い、そして塗料の違いっていうのがあるんですけど、あともう一つですね、場所ですね、まあ、屋外っていうのはちょっと似てますが、高さにもよります。でこれはちょっと今回私にとっては低めなんですけど、それも足場を組んでもらってそこに書いてます。なので、地面にですね自分が立ってこう移動しながら描けるっていうわけじゃないので、その辺がちょっとあのキャンバスと違って描きにくいところかなと思います。でそれも足場によって、足場の位置によってですね、ちょっと背伸びをしないといけないところとか、すごくしゃがんで、低く姿勢を低くして描かないといけないところとか、いろいろ体勢を変えながら描いていかないといけないので、その辺がキャンバスと違って難しいところです。でまたですね、このキャンバスと違って自分が動かないといけないので、キャンバスは自分が動かなくても描きにくかったらそのキャンバス自体を動かしていい位置に持っていけるので描きやすいんですけど、これはですね壁は動かないので、もう自分でですね描きやすい場所を探して描いていきます。もうだんだんちょっと慣れてはきたんですけど、このリアルな私の作品のシリーズの一つを描くのはですね初めてなので、ちょっと緊張しております。めちゃめちゃ楽しいんですけど、今まで描いてきたですね、この継ぎはぎのコラージュシリーズの描き方を生かしてですね、でこの壁画の経験も生かして、この一つの大きな作品をちょっと頑張って作りたいと思います。でまだまだ描いている途中なんですが、こうやって自分が描いているところを見ながらですね、あ、ここもうちょっとこうできたなとか思うこともあるので、それを生かしながら完成させたいと思います。でこれもあのこの目を描いているとこ見てもらったら分かると思うんですけど、この目1個分がですね普通の大きなキャンバスぐらいの大きさです。なので一つ一つですねピースが大きいので、それもちょっとずつ描いているところを見てもらおうかなと思っています。なので完成までお楽しみにちょっと小出しにしていきたいと思います。ということでこの動画いいと思ったらいいねボタンよろしくお願いします。
ではまた次の動画で。バイバイ。